ケツです。命に嫌われているピアノ初級 B メロ動画の今日は1になります。小節で言うと1、2小節ですね。ここの右手を練習します。ではこの B メロの1小節目から今日練習する、まあ1、2小節ですね、一度弾いてみます。では早速説明していきます。ここはですね、すごく連続して小刻みに弾いていく感じになります。でちょっと音の取り方がね、すごく難しいと思うんですよ。ゆっくり練習していけば必ず弾けると思います。右手、4番の薬指でレですね。ここをレレレレですね。はい、次に4、3、4でレドレですね。はい、もう一度いきます。はい、大丈夫ですかね。次に4、5、4、3の順番でレミレドですね。そしてもう一度3番でドーと弾きます。ここだけいきます。はい、とりあえず一旦ここまで一区切り頭からいきますね。はい、でもう一度いきます。はい、大丈夫ですかね。後半の部分ですね、2小節目いきます。次に4番でレレレレレすごくね、あのレを弾きまくります。もう一度いきますね。レレレレレレドですね。もう一度いきます。はい、次に、またレを弾くんですが、レレミを445で弾きます。ここですね。じゃあ最後の部分、レドドとなります。これを433ですね。こうなります。じゃあ後半の部分、こうです。ではここでのポイントですね、練習したみたいに前半と後半分けてまずはしっかり覚えていくと。一気にですね、練習して早く覚えてしまおうせずに、細かくですね練習してしっかり覚えていってください。ではゆっくり3回練習してみましょう。では今日練習したパート、この動画が分かりやすかった、うまく弾けたという方はグッドボタンで教えてください。分かりにくかった、うまく弾けなかったという方はバッドボタンで教えてください。ここまで弾けるようになったという方は次の動画に進んでください。